接近戦で打撃で俺が負けるわけないから。ヒカキンの倒し方、ヒカキン、あ、ヒカキンな、ヒカキンはまずいだろ。ヒカキンはほら、むしろコラボしてくんねえかなぐらい思ってるぐらいだし、俺もコラボとかヒカキンの倒し方はまずいで。ヒカキンはさ、だってもうなんだ、登録者何人いんの、800万人とかいんの、人口の8分の1ぐらいがフォローしてるってことでしょ、あの人のヒカキン。まあ、うーんとか言うんだろ、うんうん、YouTube みたいなこと言うんだろ、ウィーンみたいなこと言うんだろ、もうわかんないけどヒカキンくんの動画俺あんま見たことないんだけど、ボイパとかするんだろ、うーんって言うんだろ。ヒカキンでも倒しちゃまずいだろ、あんなもう大先輩だし。でまあ、ヒカキンが俺のことをやるって言うんだったら、俺だって黙ってないでしょうね。それは確かにすごいよ。もう収入もすごいし、ウームのもう本当に創業からのメンバーだし、社会的地位もあるし、子供の大スターだし、フォロー、もう登録者数、本当にナンバーワンだろ？それはやべえよな、確かに。ヒカキン。でもまあ弱点はあるな、ヒカキンも。フィジカルそんなに大したことないんだよさ、もう。接近戦で打撃で俺が負けるわけないから、まあ、近づいてもいいわな、こうやって。おぉ、つって。おぉ、ヒカキンな、つって。おぉ、つって。弱点あるよ、丸出しだから。もうメガネしてやってんじゃん。いつもこんな、黒縁のでけえメガネみたいなことしてんじゃん。あの、この辺とかごついやつ。あれ一番弱点だよ。メガネだって。こうな、やっても、カーンってやって、この辺グイーってなるから、間たったって下がってくるんだけど、もうそこに膝だよ、そこ。うん。目がね、ドーンから頭下がってからの膝だろうな。これでヒカキンとかいけんだろうな。うん。で、違うんだよ。そういう倒し方とかやるために YouTube ライブやってんじゃないんだよ。ネタをやるためにやってんじゃないんだよ。なんでこのコメントに俺に何を倒し方とかばっかり聞いてくるわけ？サニーブラウンの倒し方。いや、ダメだろう。何回サニーブラウンとか出てくるんだよ。うん。あいつがやるっつんだったらやるよ。俺をやってやるっつんだ。え？ 100 メートル選手イージーだろ。だいたいもうこうやって、こう、おにゃまーとか言ったら、こうやって来るんだろ、こうやって。よしよしよしって。こんなって。